はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずコこです。それでは今回なんですけども、オリコが提供する、イデア使うためる、借りるのすべてがスマートフォンで完結するアプリが登場ということで、今回はツイッター上でかなり話題になってた、新しく出たビザプリペイドカードについてお伝えします。この動画では、そのプリペイドカードの解説と、今始めるとお得なポイントがもらえるキャンペーンも開催されていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、こちらのアプリなんですけども、その名も、イデアという風に読むらしいです。使う、貯める、借りる、お金の三大機能が二つのアプリにということで、まあそもそもこのアプリどういったものなのかっていうのをですね、公式ページを見ていこうと思います。まあこちらがね、そのイデアの公式ページなんですけども、ぶっちゃけちょっといろいろ書いてはいるんですが、ちょっとこれを見ただけではパッと見分からなくてですね、ちょっと僕調べてみたらですね、 こちらのページを見つけることができました。これ、オリコってご存知だと思うんですけども、株式会社オリエントコーポレーションということでね、あの、審判会社で有名な会社だと思うんですけども、そこと、この株式会社、なんて読むかわかんないんですけども、ハイボットっていうんですかね、そこが提供するアプリが、この、モバイルフィンテックサービスのイデアっていうらしいです。で、このプレスリリースの中にですね、ちょっとこのイデアについての情報が色々出ておりまして、イデアには会員登録と同時に発行されるビザプリペイドカードによる決済機能、決済額の数を お釣りに見立てて自動で振り分ける貯金機能そして独自の審査に基づいて余診枠が付与される借り入れ機能を搭載していますとで使う、貯める、借りるの全てがスマートフォンで完結する利便性の高さを軸に若年層を中心とした幅広いユーザーの方々にご利用いただけるように展開してまいりますというようなアプリとなっておりますなお本サービスにおいてはこのファイボットでいいんかなが会員募集やカード発行及び会員の紹介業務などの顧客管理、審査、システム運営を行ってオリ ブランド対応を行いますということで ま、この二つの会社がタッグとなって、ま、サービスが展開されるという感じですね。で、この使う、貯める、借りるについてのそれぞれね、詳細が出ておりまして、まずこの使うに関しては、即時発行されるバーチャルプリペイドカードと希望に応じて発行可能なリアルカードという、ま、この二種類があるということですね。アプリをインストールして会員登録を行って、バーチャルビザプリペイドカードが即時発行されると。これ僕も発行しましたので、後ほど見ていただければと思います。コンビニ、ATM、クレジットカードなどでチャージすることで、インターネット 決済が利用で、きるとまた実店舗でも利用可可能能なリアルカカーードドプラスチックカードの仕込みも可能とで利用時には、リアルタイムで残高が更新されて、利用履歴を確認できるため、使い過ぎや不正利用防止にもつながると。万が一、カードの紛失の際にも、アプリから利用停止解除をすることが可能のため、セキュリティ面でも安心して利用いただけるということなので、まあ、ちょっとあれに似てますね。ビザプリペイドカードのキャッシュとかにちょっと似てるかなと思います。で、貯めるについては、決済額の波数をお 貯めた金額に毎月ボーナスポイント付与ということでちょっとこれ面白そうですね自分の好みにルールを設定することで決済のたびに波数を自動で貯金を振り分ける機能ですと自動でお釣りが溜まっていくため貯金が苦手な方でも着実に貯めることが可能ですということですねちょっと興味深いですねこれさらにお釣りで貯めた保有額に対して毎月ボーナスポイントを付与されると貯めれば貯めるほど貯金が加速する体験を提供いたしますということですね他にもこういった借りる機能もあったりするみたいで借 かかる手数料料を完全無料化で、きるみたいですですこのカードにですね、バーチャルカードとリアルカードという種類があるみたいなんですけども、もおそらくこれかなと思います。先ほどのね、公式ページに出てる、これがバーチャルカード。そしてこちらが、イデアのリアルカードということなんですけども、なんかリアルカード結構オシャレですよね。めちゃくちゃカラフルみたいな。で、一応ここにも立ち決済可能なマークもついてますね。黒も結構オシャレでかっこいいですね。ちなみにそのお釣りをどんどん貯めていくそのボーナスポイントっていうのは多分このことだと思います。使うは使うほど貯まる魔法の のような体験とあ、ここでしたね。なんとボーナスもついちゃってますということで、これがボーナスのことだと思います。で、このバーチャルカードとリアルカードの違いってどんな風に分かれてるのかと言いますと、これもちょっとプレスリリースの記事の中にありまして、年齢制限、まず年齢制限はなしと。で、本人確認手続きとして、バーチャルカード不要なんですけども、リアルカードは必要とで。発行手数料はバーチャルカード無料なんですけども、リアルカードは900円かかると。 年会に関してはどちらも無料。で、有効期限に関しては5年間有効と。で、チャージ方法まあまあ結構多くて、セブン銀行 ATM できますし、クレジットカードも対応してると。で、デビットカードも対応してて、今後順次拡充予定ということですので、まあおそらく銀行口座とか、まあそういったのと連携してできるのかなとちょっと予想しております。で、決済上限金額に関しては、本人確認前と本人確認後で、それぞれね、金額が分かれております。送金上限であったりとか、残高上限金額、まあそれぞれもね、ちょっと分かれておりますので、気になる 方見てておいてくださいで、ここもちょっとポイントなんですけども、今現在、この IDEA のアプリについては、App Store よりダウンロードしてくださいということなので、とりあえず、今現在は iOS 版、iPhone とかのみしかちょっと使うことができないんですけども、近日中には Android 版が公開する予定ということですので、まあ、ちょっとここもね、楽しみの一つなところかなと思います。まぁ、あ、パッと見た感じでも、このオリコが提供してるっていうところでもちょっと信頼度高いですよね。で、早速ですね、僕もちょっと興味本位で IDEA をインストールしてみまして、インストールされる方は参考にしていただければ と思うんで、すすすけどもままずはアップストアからですねいいレアートを入入れていただいて入手をしていいいたただだ手しきますでここでアカウントのログインとアカウント登録の画面が出てくるんで、おそらくほとんどの方はアカウント登録のところに行くかなと思いますので、アカウント登録をタップします。そして、いろいろメッセージが出てくるので、次へでどんどん進んでいただいて、新規アカウント登録へをタップしていただきます。そしたらですね、携帯電話番号とパスワードそれぞれ条件があるので入力をしていただいて、送信をタップします。 そうするとですね、いろいろユーザー名とか国籍とか生年月日入れ,る入れていただくとこあるんですけども、あちなみに僕、6月20日誕生日なんで、プレゼント待っております。 で未成年の方は保護者の同意が必要ですと。そしてここですね、招待コードカッオプションというふうに出てるんですけども、こちらですね、僕、招待コード 3MWYKE という招待コードがあるんですが、ぜひですね、この招待コードここ入れていただくと、700円相当のポイントをゲットすることができますので、ぜひ入れていただくと、めちゃくちゃテンションが上がります。で、これを入れてね、次の画面に進んでいただくと、このイデアのトップページが出てきます。イデアようこそ。まずは、決済や送金に利用できる便利なウォレットの使用機能をご説明 しますということでこれはね、どんどん画面を進んでいっていただいて、これがイデアのトップページとなります。で、この700ポイントをゲットするためには、この本人確認をどちらにしても行わないといけないので、この本人確認をするをタップします。 そしたらですね、本人確認の画面の説明画面が出てくるので、この次へをタップしていただいて、本人確認は3ステップで完了しますということで、1、2、3ということで、最近ね、本人確認あまりいい思いではないんですけども、早速この開始するをタップしていただいて、この運転免許証と在留カードでとりあえず行うみたいなんですけども、ほとんどの方はね、この運転免許証で行うかなと思います。で、ツイッターの公式ページを見たらですね、マイナンバーカードもいずれ対応するかな、みたいな感じのことは言ってたので、 まあ、いずれマイナンバーカードでも本人確認はできるような気がします。 で、画面を進んでいただいて、本人確認の運転免許証で今回僕を行ったので、この撮影するをタップして、画面を進んでどんどん進んでいっていただくと、これで申請がとりあえず完了ということになりました。で、終わったらこの閉じるをタップしていただいて、とりあえずね、これで本人確認が完了というか、まだ多分今審査待ちの状態だと思うんですけども、とりあえずこれがトップページということになります。ここにですね、ゴール、ウォレット、これリーダーというんですかね、エイダーというんですかね、この3種類メニューボタンみたいなところがあるっぽいんですけども、これは今ゴール ボールのところで、すねあのボーナスがもらえるところとこれウォレットのととところはチャーーージかかカードとかそういったメニューがありますでこれがさっきのね、借りるところですね。で、チャージに関しては、チャージ方法を選択してくださいということで、現金でチャージしたりとか、クレジットカードでチャージもできるみたいです。で、あともう一つですね、先ほどのリアルカード発行するときは、ここにですね、メニューにリアルカードの発行画面があるので、ここをタップしていただくと、まあ、ここで、 カード発行のプロセスということでデザインを選んでいただいたりとか発行費用のチャージとかそういったところが出てきます。まあ、発行のね、手数料がかかるので、まあ、無理に発行する必要はないと思うんですけども、まあ、先ほどの700円のボーナスをもらってから発行するっていう方法でもまあありなのかなというふうに思いますで。今回ね、お伝えさせていただいたこのモバイルフィンテックアプリのイデアについてのまとめなんですけどもとりあえずね、このアプリに関しては使う、ためる、借りるが一つになったモバイルフィンテックアプリイデアというふうになっております。 に関してののはは無料なんですすけどもリアルカードの箱は900円かかりますこのリアルカード結構おしゃれでね、この今左上に出てるようなカードなんですけども、タッチ決済ができたりとか、まあ、特に還元率がないっぽいんですけども、まあ、かなりね、おしゃれなカードとなっております。で、年会費は無料で有効期限が5年と。で、現在は iOS だけ対応してるんですけども、近日中に Android 版も公開される予定ということになっております。 まあそんなことで今回はモバイルフィンテックアプリイデアについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、今回は先ほどもお伝えしたようにあのオリコが提供してる、まあオリコがタックとなってまあ提供してるサービスとなってるんで、まあ新ライトとしたらまあここは結構強いかなと思います。今後ね、どういったサービスとして動いてくるのかっていうのはちょっと見どころではあるので、今後もちょっと様子を見ていこうかなというふうに思っております。で、先ほどお伝えしたこの招待行動については700円相当をゲット できるということで一応概要欄にリンク貼っておくんですが これですね、動画公開してる時にはもしかしたらこの招待キャンペーンが終了してる可能性があるんですよね。っていうのも今ツイッターとかこのこのアプリ上でそろそろこの招待キャンペーン終了しますよというような通知が来てたのでもしかしたら終了してる可能性があるかもしれないです。なのでそこはね、ご了承いただければと思うんですけどももしこれが終了してましたよっていうことがあればここはね、あの固定コメント概要は下のコメントなんで僕が追記していますんでそちらをぜひ見ていただければと思います。今回お伝えさせて いいただいただこちらのプレスリリースとこの招待行動に関しては概要欄に貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました